協調構文。はい、次、えき。今日はちょっと高校の文法に足を踏み入れてみようという感じです。私は普段、中学校の文法と中学校の単語でいいぞというお話をしています。なぜなら、ほとんどの日本人にとっては、英語は基本的な意思疎通が感情を込めてできればいいと思っているからです。 それ以降の世界というのは趣味の世界になっていくと思うんですね。基本的に私たち日本人が使うことになる英語というのは世界の人たちと感情を込めてお話ができるということだと思うんですね。そして世界のの英語話者の7割は今非ネイティブだと,言われていますとなった時に分かりやすい文章でしっかりと意見を伝える。 こういうところが大切になるのでそれは中学校の英語でできるわけですねなのであまりマニアックに突き詰めたりとかせずネイティブになろうとせず慣、まあ、れませんからね中学校の英語で、えー、しっかりと一つできることが先だと思っています で、だんだんそれができるようになってくると、あ、こういう英語もあるのかっていうふうに知っていくのはとても楽しいと思うんですね。なので今日はその、えー、新しい世界ということで、強調公文をお伝えしたいと思います。はい。ではですね、こんな感じ。It is this phone that I bought yesterday. 昨日買ったのはまさにこの電話なんですってことですね。この文法は、it is that の間に強調したいもの、ここでは this phone を挟むんですね。ただ、会話では普通に I bought this phone yesterday 私は買ったよ、この電話を昨日って言えばいいので、全然こっちでいいわけですよ。 なんだけどまあ強調したい時にこういうふうな文法もあるぞっていうのは知っておかれると読み物とかで結構出てきたりするのでですね楽しいかなと思いますもう一度文法的に見てみると「It is that」の間に強調したいものを入れるんですがこれ元々の文章は後半にあるわけですね「I bought」ここにその後 This phone」が入ってたはずですよね私は買ったよこの電話をと。 この h i s f o r m の部分を強調したいのでパカッと前に入れてるわけですね。こういう文法になります。なので残った文章は足りないんですね。t h i s f o r m というのが足りない。不完全な文章ということになりますね。はい。では作っていきましょう。彼が昨日使ったのは私の車なんです。つまり他でもなく私の車というのを強調しているわけですね。とりあえず言ってみてください。it was my car. はい。彼が昨日使ったのは The he used yesterday. はい。こうなりますね。はい。ここも本当は元々だったら He used my car じゃないですか。ここに my car が入りますよね。だけど、これをパカッと前の it was の後に入れたわけですよね。だから、マイカーが強調されたわけです。他でもなく、私の車なんですっていう感じなわけですね。ok,3.、Okay, 私がここで昨日会ったのはマリなんです。はい。It was マリですね。はい。その that 説の後に、私がここで昨日会った。I met here yesterday. はい。同じく、I met Mary が本当はあるわけですよね。本当はここにあったんだけど、Mary を強調したいから、It was the 後に入れたわけですね。Okay, four. じゃあ今度は強調したいものを入れ替えてみます。私がマリーに昨日あったのはここなんですってことですね。It was here that I met Mary <Yesterday> はい、こうなりますね。はい、I met Mary here は本当はここに入ってたんですよね。だけど、Here を強調したいから他の場所じゃなくてまさにここって強調したいから、Here を前に出したわけですね。OK five、5私がここでマリに会ったのは昨日なんです。<laughs> はい今度は昨日を強調したいんですね。It was yesterday That I met Mary here はい、こんな感じですね。これも I met Mary here yesterday がここにあったわけですよね。でもこれを強調したいから前に出してるわけですね。このように強調したいものを It was that の間に挟むというのがポイントになります。 そして、挟むものは、この my car のように名詞の時もありますし、here とか yesterday みたいに、副詞の時もありますね。どっちも OK です。ということですね。はい。では、言い慣れてみましょう。One. i t is this phone that I bought yesterday.It is this phone that I bought yesterday.It is this phone that I bought yesterday. It is this one that I bought yesterday. It is this one that I bought yesterday. It is this phone that I bought yesterday. It is this 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 phone that I bought yesterday. Two. It was my car that he used yesterday. 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 It was my card that he used yesterday. It was my card that he used yesterday. It was my car that he used yesterday. Three. It was Murray that I met here yesterday. 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 It was it was Murray that I met here yesterday. 4. It was here that I met marry yesterday. It was here that I met Mary 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 yesterday. It was here that I may marry 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 yesterday. yesterday. Five. It was yesterday that I may marry here. 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 It was yesterday that I met Mary here. Okay, 今日もあなたの口が育っております。Thank Thank you for watching. See you next time. Bye.